皆さんこんにちは。ちょっと今日は顔が赤っぽいのですよ、ね、顔が赤っぽいのです。これね、映ってるかな。なんか公開設定が公開設定がどうなってんの。ちゃんとなってんの。全公開になってるんでしょうか。あ、なってる。なっております。はい。うん。そういうことでしてね。ご覧の通り、ここって言いますのは、ウェブカメラからやってるのですよ。これは十分に理由のあることでございまして、なぜかと言いますと、iPad の電源が落ちちゃった。正確に言うと、ほぼ落ちかかって、あと 10% とかってね、言われたんですね。だんだん私の生態が皆さんに明かされてくるわけですけども、ああ、クエスチョンマーク、ちょっとクエスチョンマーク。ね、出てきましたけど、私の習いとして、まあ透析やってる最中に iPad するわけだ。で、充電しながらやってるんですけど、最近その充電器がですね、充電器がどういうわけだか、なんか時々充電されなくなったりっていうことがあるわけですよ。充電されなくなったりっていうことがあって、で、気がついたら、だから充電してる最中っていうのは、この右上に小さな横に細長い窓があって、そこにこの充電されてるパーセンテージ、白いところに緑の線がね、それからその雷マークがついてたら寿命だね、バッテリーのとかって、なかなかクールなご意見。そうかもしれないですね。私が買った時点でもう中古だったから iPad mini 新進ピンピンでなしで買った気がしますから、その時点でもうだいぶ古くなって、そこからさらにね、劣化して、ああやっぱり iPadの方のバッテリーの寿命かな、そういう感じ、濃厚でも、まあこれって相関ができないんですよね。まあ猛者だったら自分で蓋開けてバッテリー取り替えとかってね、やるんでしょうけど、 iPad とかは多分難しいでしょうね。ああ、一番難しいのが難易度5としたら難易度5でしょうね。そういうことなんですよ。どうするかっていうのはちょっと考え、でもひょっとしたらその充電器の方とか線がなんとなくそのふにゃふにゃっとなって、そのサードパーティーのなんだけど丈夫そうなのを買ったんですよ。そのアップル純正の充電器についてるこの線ってね、ライトニングケーブルっていうんですか、ライトニングケーブルがわざわざこの iPad に挿すね、あのプラグとそのライトニングケーブルが接続されてるっていうか、あのプラグからケーブルが出てる、その出てるところを全然補強してなくって補強してなくっていかにも弱いっていう感じですね。で、果たして使ってるうちに、なんかこうだから、まあね、あれアップルを作ったんだ、誰だっけ、スティーブ・ジョブスの考えではそんな大事なもんやねんから大事に使えよっていうことでしょうけど、私なんかカバンに平気でパーンと放り込んで、充電器も
全然何の配慮もすることなく放り込んでとかってやるから、こう折り曲げられて、その辺がこう被膜がピュッとめくれるっていう形になって、で中の方までね、ついには切れるっていうことにね、まあケーブルが切れるぐらいはね、人間が切れちゃったら大変で、私も先週はなんか切れちゃうお話をやったわけですね。今日は切れてますので、切れてないよとかってやりましたけど、まあやっぱり人間は喜怒哀楽の動物ですから、感情っていうのがあるので、でそれをまあ皆さんにぶつけてはいけないですよね。ぶつけてはいけないですね。でもなんか何を喋ろうかなって、喋るネタが他にないので、思いついたことをペラペラ喋っちゃってる。そう、先週私の激横プンプン日は AI の悪口を散々言ったんだよね。 AI ので、具体的にはマイクロソフトの Bing っていう検索サイトがあって、それが中身はチャット GPT-4 かなんかが入ってて、だから文章で質問すると、私の日刊生放送は、私の日刊生放送はいつ始まったか、三浦道春の日刊生放送はいつ始まりましたか、こう私の日刊生放送はいつ始まりましたかって正確な答えが出てきたら逆に怖いよねそのネット越しに私のプライバシーが漏れてるっていうことでね。だからその聞き方はまあ賢明でないので、賢明でないってやってそう、もうもし当たったら怖いね。そうしないで、三浦道春の、日刊生放送はいつ始まりましたか、そんな感じの質問したら、あのですね、2023年8月何日に始まりました、で時間は夜の10時とか11時に始まりますとかって書いててね、だから要するに嘘っぱち Z ですよ。嘘っぱち Z ですよ、 AI のやつがねだからあれこれ、もし私の日刊生放送のことを基本的に自分の方で知らない人が調べないといけないことがあって、三浦道春さんの日刊生放送っていつから始まったんですかって聞いたら、嘘っぱち教えられて、しかもですね、人工知能ですよ、人工知能、賢い人間よりも優秀だって言われることがあるぐらいの人工知能が言ってるんだから、正しいっしょってね思う可能性あるわけじゃないですか。思う可能性があるわけで、これねとても大変な問題だと思いますよ。今日のねウェブカメラ後ろの散らかってる画角がワイドでね、散らかってるとこまで映り込んでしまうっていうね、困った状態。しかもね手がだるいんだよね、これ手で持ってんですよ、こう手で持ってるんですよ。だからもうだるくて仕方がない。あと20分間この修行がね続くわけで、どっか三脚かなんかにつけとくよって、三脚のね足がね、これ用のやつが折れちゃいまして、でどっか乗しとけよって、そう乗せればいいんだね、うまいこと乗してちょうだいということで、まあ人間も乗せたり乗せられたりっていうのはとっても大事ですよね。人間は乗せ、足が丸見えない。ちょっと斜めの形になってますけど、まあご容赦ください。本の上に置きました。机の上に本があって、本の上に置いた。なんか極めてね、不安定な状態なんですよ。不安定な状態。2020年4月7日火曜日、19時が1回。54分11秒の放送でした。 AI 回答、あーなんか、何を聞いたの、いつ三浦道春の日刊生放送が始まりましたかって聞いたんですかね。それでこの答えしてきたら、もうトンチンカンプン、もういいとこですよね。トンチンカンプン、トンチンカンプンえ、なんか54分、最長、オイラが調べたんですか、 AI なのなんですか、 MI ですか、マネージャーインテリジェンスっていうことでね、 MI、 M1 じゃなくて MI、 時計が光っちゃって見ません、
見えません。後ろの時計、後ろの時計は映り込みもしない。あれ、映り込みもしない。ちょっと待って、後ろの時計はせめて、あーもっと、あ、今結構安定しておいてたのにまた動かしちゃったよ。いらんことしちゃいました。いらんことしちゃいました。いらんことを。ということでね、なんかこのウェブカム映りが良くない、なんか怖い感じだね。まあそれも楽しんでください。そういうとこも含めてお楽しみになってください。音はちゃんと拾えてますかね。あ、音が遠いって言われてるわ。マネージャーさんから音が遠いって。やっぱりもっぺん手に持ってやるか。これで声近くなったでしょ。だからウェブカム兼マイクってことですね。マイ、これが、ああ、ただいまマイクの手途中、ただいまマイクの手途中、本日は晴天なり、本日は晴天、あ、晴天じゃなかったわ、本日は雨天なり、本日は雨天なりっていうことでね。これがちょっと時計、あやいごし時間がね、まあ時々でも映さないとですね。だから今両手上げてやってるわけでね。音が遠いってのも大丈夫なのかな。それで今日何の話しようか。そう、 AI の悪口を先週言ったっていう話ですよね。だから分からなかったら分からへんって言ったら済むのにね。申し訳ありませんが分かりかねますって、その一言が何で言えないんですかね。なんか自分って何でも知ってるぜって誇示したいんですかね。それで人がなんか迷惑被るっていうようなことは全然考慮してないっていうか、私の方が正しい、私が正しいね、私は AI 様だっていうことの方がお客さんより大事なんだ。とんでもないやつですよ本当にね。信用できない、信用ならないですよね。さてですね、何の話しようかな。こういう時にする話って、そう、大体古今和歌集っていうのを昔よくやったり、でも手元に残念ながら古今和歌集がなくって、頭にね古今和歌集って浮かんだから、他の本なんかないかな、取り上げたら面白い。隣本棚だから本はたくさんあるんですよ。あ、多様性の生物学とかフリーエージェント社会の到来とかですね。ちょっと取ってくるわ。あった、古今和歌集があったぞ。え、これですね、古今和歌集。まあ過去に古今和歌集を三浦道也の日刊生放送で取り上げた回は何回あるでしょうか。でもこれ分かるようにしようと思ったら、むちゃくちゃリソース突っ込んで金かけたらできると思いますよ。すなわち過去の私の日刊の妄想全部再生というか聴取して、でその中で古今和歌集っていう言葉が入ってるのをチェックしてってね、まさに人工知能お手の物じゃないですか。でもそこまでリソースかけてやってもね、あのメリットがないから会社がそんな作って売ってくれって言うたらさ、別問題ですけど、何千万とかな出すからそういうのを作ってくれって言ってね。そうではないから、新古今和歌集の今冬か、やっぱり季語がもう春なの、ひょっとして
もう春の初春？これ一番最初、これ昔やったんですけど、年のうちに春秋にけり、人とせをこぞとや言わん、ことしとや言わん。ね。降る年に春立ちける日読める。これはこういうのが書かれた、こういうのが書かれたって言って印刷で出たわけじゃないですよ。巻紙にね、墨で筆で書いて、で写本ですよ、写本。でこういうのが伝わってきて、最終的にこの明治の御代活版印刷ですよね。それ以前は木版印刷っていうのは江戸時代にあったわけだ。で明治に入って活版印刷って活版でね、活版じゃなくて活版ですよね。でこういう本、これなんてね、岩波文庫、岩波文庫です、岩波文庫。で春、旧暦ですよ、旧暦、旧暦だから2ヶ月ぐらいずれてる。先週か先々週か、その旧暦能暦でいろいろ守ってる、中国かどっかそっちの方が、旧暦のお正月、旧暦のお正月、ね、明けましておめでとうございますって書いておられましたけども、そういうことで、だからその正月が、でもそうすると今頃はもう春、旧暦の時は1、2、3が春で、4、5、6が夏、4、5、6、7、8、9、7、8、9が秋で、10、11、12は冬？ちょっと待って、なんか、いっぺん調べた気がしたんだけど、パーッと忘れちゃいました。でも2月って、そう、今日ね、カーラジオをつけながら走ってると、なんか趣味で絵を描いてるおじさんが、その番組のこの、常連っていうか、話する人でね、姫路の方に、まあ市川っていうのあるわけですよ。市川沿いにずっと移動して、その写生をするポイントで、他の人に教えてあげたりもしてるから、写生するためにはなんか条件がいくつか、そういうふうにこうグループで写生行くためにはいくつか条件があって、近隣のお家の迷惑にならないとかね、車で行けるとか、トイレが近くにあるとかね。一人で行くんだったらあんまり何も気をつかないで、もうここ行き当たりばったり決めたらいいけど、なんかこう写生教室で人引き連れていくのには結構気を、だから絶えずそういう場所を探しておりますっていう話をしてて、一か で、そのおじさんが言うにはね、田んぼのあぜの日当たりのいいところに、レンゲを一つ、レンゲの花を一つ見つけた。で、春だなっていうことを感じたっていうことをおっしゃっててね、私としては痛く感動したっていうか、パーッとレンゲ畑じゃなくて、一本だけレンゲがね、レンゲってあれ紫色なのかな、赤紫なのかな、そこにそのおじさんは春を感じた。だから2月って言ったらもう、あと吹きとかって言ってましたね、その人ね。ということで、春歌上、ね、古今和歌集巻、第1、春歌上、ね、降る年に春立ちける日読める、年のうちに春は気にけり。年のうちにってのは今年のうちにってこと？人とせをこぞとや言わん、ことしとや言わん。これが仲介がついてまして、これぐらい話さないと、これぐらい話さないと読めないというね。俺も立派な老眼、老眼、霊眼ならぬ老眼でしてね。降る年に春立ちる。これは9年のうちに立春が、立春が来たら春なんか。そうか。新年になった春じゃなくて、立春が来たら春なんだ、立春がね。
9年のうちに立春が来ちゃった。そのこの年はそうだったわけね。今年の立春っていつ？立春ってあれ日が変わるよね。日が変わるっていうことはやっぱり旧暦なんでしょうね。ちょっと待って、立春2024、2月4日だって。2月4日立春2月ということはもう春なんだ。もう立派な春なんだね。もう春なんですよ。春今年は2月4日が立春だったから、春が経つわけで、もう春なんですよ今ね。ところがこの在原の元方さんがこの歌を物した時、その年はまだ年が、昔は1月2月とかって言わなかった。むつき、きさらぎ、やよいとかってそれしかなかったのかな。そこ調べてないですね。昔から1月2月3月っていう言い方あったんだろうかわかりませんね。9年のうちに立春が来た。立春は新年になってくるのがまあ通例だけど、時々ね、9年のうちに来ると。これ何先生だっけ、この先生、佐伯梅友先生、国文学者、大国文学者でしょうよ。だって岩波で仲介書いてんだから、古今和歌集のかの有名なね、右壮大っていうことですよ。もうこの時代ね、もう古今和歌集の仲介を書くとしたら日本人で佐伯梅友先生、梅友先生でね、岩波が佐伯梅友を選んでも誰も文句をつけようがないぐらい押し申され申せむせぬ、まあその世界では有名な、また実力もある先生なんでしょうきっとね。そら岩波にも威信がかかってるからね。威信がかかってるからね。あやふやな学者に書かれてあやふやなこと書いてたら、それは自分の版元が恥かくわけだから。年内ね、同じ1年を去年、同じ1年を去年と言おうか今年と言おうか、だって同じ1日じゃなくて1年を去年と言おうか今年と、あ、だからいつもだったら春って言ったら新しい年だから新春っていう言葉があるぐらいで、春って言ったらまあ新しい年って決まってんのに、9年のうちに春だから、あ、この年のことを9年といったものか新年といったものかで迷ってますって、まあそういうシーンの歌ですよね。だからそこに何とも言えないなんて奥ゆかしさというか面白みというかね。例えば9月の話をするのに、去年の9月と言うべきか今年の9月と言うべきかという気持ち、春を迎えた喜びの中にふと湧いた当惑、それを第一首に持ってくるかっていう感じね。そこかよってやつですよね。お笑い芸人さんがなんかちょっと外れたところに突っ込んで、ほんでボケるのかな、で突っ込みはそこかよっていうね。そこかよ、そこかよ文化は、古今和歌集から始まってる。この間の9月ね、菊見に行ったよねって言った時に、その9月は去年の9月ってって言ったらいいのか今年の9月って言ったらいいのかっていう当枠がふと湧いた歌を書物の歌集の一番最初に持ってくる、この日本人のまあ感覚ですよね。そういう感覚を持って良しとしてるわけでしょうね。まあひらめきといえばひらめきだし、もうドイツ的な論文理論構成ビシッとしてね、中国とかそういうのと全く
異質の世界ですね。二つ目の歌が袖ひちて結びし水のこぼれるを春立つ今日の風やとこら。これはかの有名な紀貫之先生ですよ。紀貫之さん、春立ちける日に読めるね、立春の日に読んだ歌、袖ひちて結びし水のこぼれるを春立つ今日の風やとくらん、ね、これがこうやって演習をこうやってしながら見るんですよ。袖が濡れるという状態で手にすくった水、それが袖ひちて結びし水、袖ひちて結びし水、なんとなくわかるようなね、袖が濡れるという状態で手にすくった、まあ昔の着物は袖のところがねふわんとこうなってますから、着物ってやつね、どういうか男性で歌詠む人って貴族ね、あ、まあ袖はふわんとしてますよね。それでそのこれ着て水汲もうとしたらそれは袖が濡れますよね。袖ひちて結びし水、うん、だから手にすくったそれがこぼれたっていうこと、手にすくってのがこぼれたっていうこと、あ、で夏のある日の山の井などの海藻なんだって佐伯梅友先生の注釈によると。だからこれ2首目も非常に極めて日本人の感覚だから、一つ目あまりにも何気なく浮かんだ疑問思いつきね、日本の和歌ってそういうもんだよね。で二つ目は春の歌と歌ってんのに夏の思い出を語るというこの感覚、いやーなんかわかるよね。まあこれだけ言えば十分か。春かすみ立てるやいずこ、三吉野の吉野の山に雪は降りつつ、これ読み人知らずでね、まあようやく季節にそぐった歌が、ね、雪まだ降ってってるけど春ですね、ね、三吉野の吉野の山に雪降ってるけど春霞立てるやいずこ、春って言うんだからどっかでは春霞が立ってるでしょうよっていう歌ですね。でお聞きになってるあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の日刊生放送もう54秒ですね。立春は節分の翌日だ、あーということで終了です。